じゃあちょっと、ナンバーやっちゃいます。はい、何位曲菅原さんは41,400点。トップ目。下とも2万点以上離れてるか。はい、このままトップ守れるんでしょうか。あ、おやね。はい、9ピン切る。高千穂牛乳？高千穂牛乳っていう、あるの？うん。はい、チュンかリャンソーか切っていく。3ピン引き。E ピンかリャンソーとりあえず切っていく。ここはトン切っていく。うん。ここで4統一、5統一。チート E シャンテンか。なんか、パパって飛ばしたらいきなりチート E シャンテンになってた。赤受け、特に見ずに、ウーワンでいいかな？チート決め打ちで赤だけ見て、ウーワン以外切るっていうのもなくはないのか。ただまあ普通にチートイと両天秤でいけるしな。リーチ、イペイコーと両天秤でいけるんで、まあ普通はウーワンかなと思います。うん。なんかもう、もう両ピンいた。もう、ローソー来てリーチで。まあしないか。はい。うん。親だしなぁ、抑え込んだらいいのにな。ああ、いいもん引いた。はい、リーチする。うん、ちょっとね、この2巡だけでもね、やっぱね、仕掛けられるとね、仕掛けてる人はもう、安牌例えばないから全ツとか、全ツ体制になったら嫌なんでね。結構俺はリーチしたかったけど。うん。はい。チームで自分は強い枠ですよ。顔してるおっさんよりは。菅原さんみたいな人は応援したい。ああ。はいはい。まあさ、結果論だけどな。まあ、即リーしてたらな、どうなってたかなっていうのはなるよな。はい。はい。で、今日菅原さん一生戦線転敗してた。はい。これで上茶が迫ってきてしまった。上茶と5600さ。M リーグだと誰が上手いと思いますか？最近は誰って言ってる？まあ、本田さんと中林さんの2人は言ってるか。うん。まあ、その2人はまあ、とかいう感じで。はい。これも手配いいな。はい、もうまっすぐ行くだけの話。あ、渡辺さんも言ってるな。うん。ね、まあもうテンパった。もうこういうのももうリーチしてくれ、もう。で、これはするか、さすがに。ドラ引いたんか。うん。ギャンウマ引いてね、リーチのみだと、M リーガーしないかなと思うけど、さすがにドラ引いたんでリーチするでしょう。こんなもん。なんかしんどいな。よく落ち着いてられんな、今のな。上茶と5600点差になって、これダマにできるって逆にすごいよな。太さん、ナーガが的中率 96% だからやっぱうまい。まあうまいっていうか、まあ逆に普通に一致することがほとんどだから、逆にイラついてくることあるけど、うん。まあでも基本的にはまあ一番、もうほぼなぞってるだけになっちゃうんで、うん。もう検討一番しやすいというか、うん。ただただ、一試合で見ても多分2箇所とか、3箇所とかになってくるよな。もうほぼ同じだからな。うん、まあね、またたまにはね、渡辺さんも検討したいが、昨日も一番アンケート下だったしね。まあ基本的になぞっていくだけにはなってしまうが、はい。行きましょう。あ、ナーガのデータをね。うん、まあまあ、それは確かにそうだな。リャンソーから何を見てる？リャンソーからタンヤを見てるな。うん。こっからがしんどいんかい。堀さんと渋川さんも、いや別にうまいんちゃう？うん。リアンソー345678が2345678万でもリーチしている。ね、ここでペン酸素、まあそれな、カンリャンピンでリーチ打たない人はペン酸素で打たないけど、
時間空いたときね。うん。ダムなら E ピンでもいい。ん？ E ピンでもいいって。E ピン切ったけど。ああ、テンポートだ。まあ、老朽ピンで。まあ、めっちゃいい街じゃない？まあ、枚数はそんな変わってないけどな。管理安ピン4枚から6級ピンの5枚。1枚増えた。はい。じゃあ、しないんか、リーチ。いや、落ち着いてんな。よくこんなとこ落ち着いてんな。さっきまでのね、2着までと2万点差とかだったら、まあ、わかるんじゃないけど、もう5600点差になってるからな。よく落ち着いてられんな。こんな面ピンドライチな。まあ、ローピンだったら面単ピンドライチ。いや、こんなんだって9ピンに2000点上がったとこで余裕でまくられるし。これがな、ラス前でとかなんか、ね、上茶のマンツまで利子するんかい、ここで。6000オール。いや、親は流れてしまったけど。まあ、リーチしたわ。親じゃないのか、それなら納得。何が納得やん。どこ見とんの？お前らも下手になってるな。M リーグに得されてるわ。もぎりのメリット。もぎりのメリット。まあ、メリットというか、まあ、俺の本にも書いたけど、もぎりとかすると、19とか老朽の街は、14とか老朽の街は基本的にないから、まあ、そういうことをやることも、戦術としてはあるかな。まあ、ただ M リーグの場ではあんま意味ないな。そんな風に読まないもんな。基本的にツモギリリッチというのは、まあ、3から7の愚形って読めばいいので、だからネットマージャンとかでやられると、1とか9は当たんないな。まあ、要は1、2、8、9、自敗は安全かなっていう読みにはなるけど、フリーとかでも。1、2、8、9、自敗絡みの街だったら即利打つんで、まあ、3から7が嫌だなってなるな。だから、ツモギリリッチすると、やっぱ1、9、自敗に関してはもう、現物のように俺は切るけど。っていうメリットは実、一応あるっちゃあるけど。ただまあそもそもやっぱり打点の向上がものすごい大きいね。面ピンドライチ、面単ピンドライチなんで。麻雀弱そうに。麻雀弱そうに見よう。はい、じゃあ行きましょうか。37愚形と言いまして、まあそれがあるかはわかんないよね。確かにこの二巡の間に何が起こったかって言われると、多分、国士の読み見えたとか？違う？上茶が国士が嫌で、何か自敗、19自敗が4枚見えたからリーチしたとか？そういうわけでもないのか？チーム状況的にちょいトップで満足せず、上目指して両面テンパイで先制取れるのはリーチしないのって感じがすることが多い。小手返してつもぎリーチに見せる。ああ、小手返しにつもぎりしめてる。まあ、それは、俺はめちゃやるけど。何が起こったかというと何も起きていない。まあ、ぶっちゃけ別にな、上茶国士、やばいやばい、4枚切れ見れた、あ、安心、リーチって、それもな、別にこんな順目でやることじゃないし、もしそうだとしてもね。菅原さん、天保でなんだ？いやー、ねえ、ほんでなんなんて、いや、そんなん言われて難しいな。6段から、6段、7段、ループ。まあでもまあ、それは一応まあ、菅原さんも天保だと天保に合わせた打ち方をするんじゃないかってなるとね、また難しいけど。一旦闇にしてチーソー引いた後、パーマン持ってきて、パーマン引いてきて積もってくるのを想像した。未来の記憶覗き見たんか。進撃の能力で。シーソーパーマンパーマンって引いて。そうかもしれんな。電流発したかもしれんな。はい。じゃあ行きましょう。渋川さんが旬だし？どういうこと？
渋川さんがチュン。国士とかそう、そうないし。うん、いや、国士気にしたわな。ちょっと、こんなとこで両面テンパイ入ってんのに国士気にして玉はちょっとおかしいわな。まあ、それだとしたら完全にもう分かってないになっちゃうわ。うん。ん？渋川さんが中だし。いや、わからん。な、どういうこと？はい、まあ行きましょう。あ、まあとりあえず、まあリーチ打ってくれてよかったね。ちょっと二巡遅いけど、リーチ打ってくれたのはよかった。はい、どうなるか。追っかけられた。流局した。はい、何二局、一本場ドラッシャー。ドラッサンあるね。うん。まあ、まっすぐ行くだけか。教託も2000点あるから、がむしゃら上がりたいが、ちょっともうシャードラなんで、がむしゃらには上がれないんで、面前で行くだけ。まあ、チュン切ってもうまっすぐでいいかな。はい。本当に国士なくなってリーチだった？いや、ごめん、俺普通に4枚切れとか数えるのめんどくさいから。いや、本当にそうだった？あ、マジで？はい、まあ普通にまっすぐ行くだけの話。まあ一応ローピンチーするかどうかってあるか、これ。ゼロメンツか。ローピンチーしてシャーシャー落としあるな。まあちょっと M リーガーがそれやるとは思えないけど、菅原さんも絶対やんないけど、この点数状況だとね、渋川さんとまあまあ近くなっちゃったんで、早い順目だったらもうローピンチーして。クイタンマックスいいな。ゼロメンツだもんね。面前で言ったらもちろんめちゃくちゃ高いんだけど、2000点だとしてもね、4300点。でかい。うん。まあ一応、ネットマージャンとかフリーだったら、ローピンチーは結構いいかなと思います。はい。ああ、これでね、マジでローピンチーしたいな。ターツできたもんな。やっぱこのまま面前で進めてもね、上がり率低いんで、ローピンチーしたら逆にめっちゃ上がり率上がるからな。はい、ローピンチーだけはしてクイタンに行きます。マジで行った方がいいんちゃうか。あ、ただここまで、ツモめっちゃ良かったな。はい、とりあえずはまあ、数万切って。で、またこれもまあ、無駄積も続いたら、ローピンチーでもいいけどね。まあ、ただちょっとここまでのレアンシャンテンになっちゃうと、まあ、そんな泣きたいかって言われたら微妙だけど。ただま、これもま、残クになったからな。速攻ローピンチーでもいいか。まあ、とりあえずここ数万切るとして。ああ。そっちか。うん、まあ、まあいいや。とりあえず数万切ったとしたら、速攻ローピンチーしてもいいか。残クだけど、4959、6200か。6200点の打点でかいもんな。うん。リャンマン？リャンマン切りか。ああ、リャンマン切りね。まあ、あるな。面前っていうなら。うん。まあ一応俺はまあ、うん。まあ M リーガーは絶対やらんけど、ローピンチーするので、まあ数万でしたが、まあ絶対泣かないっていうなら、リャンマンもいいか。うん。まあ確かに。絶対泣かないなら、リャンマンはあるな。数万三枚ね。まあまあ、それはそうなんだけど、普通にローピンチーしたいので。はい、うん。はい。で、ここでチーピンパービン、両面落とすか。なかなか斬新な。両面切っていく。まあ、チーピンパービン切るなら、ローピン出ていくローピンから出たな、いきなりな。まあ、これない、泣いたらな、本当に良かったけど。うん。数万切って、ローピンだけチーする。で、サブローピンリアムパスを。うん。あ、ポンされんのか。結果オーライ。まあ、結果オーライっていうか、うん。チーピンパーピン切りがなんかめっちゃ結果オーライになったけど。はい。はい。で、キューピン引くんかい。結果ダメでした。はい。キューピン引いたんで。結果オーライじゃなかったです。ん？数ピン？ん？ここでもうやめるというか、数ピン？
うん、誰の何、もうだからもうここでもう、降りている。サブローピンまだ4枚ある。なんだろうね。あ、ドラ4あって。ちょっともうわからないんで。もう、まあこの時点で上がりを諦めた。あ、5枚か。これは違う。これ泣いてるやつだから。この黒いやつは泣いてるやつだから見づらいんだよな。このローピンはここのローピンなんで。まあちょっとなんだろう。もうこの時点でやめた。9ピンマジ誰の何？謎だな。まあ普通はまあどんな手順でもここでイーシャンテンとか。まあそもそも、チーピンパーピン切ってないと、テンパイとか。まあ違うか、数ピン泣かれてるから。まあ、この泣かれてるから、リャンパソが入ってないとか、まあまあいいや。なんだろうね。意味わからん。だから9ピンが何なんだろうな。下茶対面の本位付けや。本位付けやっていう本位？まあ、とりあえず、曲は終わった。河村さん、いや、天保普通にあんまやりたくねえな。てか、角田のあの一件があってからもう本当に。高速卓がなぁ。どうなっていくかだけど。9ピンなんだろうな。9ピン、ションパイで嫌がった。いやいやいや、下茶が本一かどうかもわからんし、トイメンが本一？いや、トイメンも本一じゃないし、なんだろうな。一応手牌上げてみるか。なんだろうな。なんかあるんじゃないですか、高貴な理由が。ちょっとこれは男性プロにしか言わないけど、高貴な理由は。9ピン止めて数ピン。まあ、数ピンは今ここで通ってるから安牌ではあるけど。まあ、要はここでやめたということか。やめたというか。はい。で、供託取られて、ラス前、シャーチャドラが、嘘。高貴な理由は基本的に男子プロにしか言わないんで。ドラ引いた。はい、急走吐くと切っていく。で、もうシャーポンして、もう。リャンピン切る。亀田興起ね、なんか懐かしいな。おやりか。シャーシャー切って回っていく。4五5ピンは打って、1枚目の9ピン止めてるから、縦形に対する何か。ちょっとなんか飽きてきたな、もう。あ、いいシャンテになった。まあ単品系になったらいいなーって感じで。テンパった。何してんだ、これ。もうダメだな。ちょっともう、だってチームへこんでるだろ、しかも。ちょっともう、ちょっと本当ダメだな。ダメ以外の言葉ないもんな。またリーチするか、そろそろ。しないか。ちょっと本当にダメだな、この子。これもな、裏乗ってたらな、1326とかなってるけど。ダマでツモピンフ。まあ一応トップ目ではあるか。まあまくられるとしたら渋川さんぐらいかな。何切る？もう白切ったらもう。白切った。ただまっすぐ。いや違うんかい。
シーソーか。まあ、一応三統一系ではあるけど、まあ、三統一系、なんか普通三層切りそうだけどな。うん、まあまあ。まあ、三統一系なんでほぐした。うん、まあまあ。はい、9ピン切ってまっすぐでいいと思います。もうチーして全通でいいです。それをやってくれるんだ。いやーこれマジでまくられたら最悪だな。はい、うん、これもまあまとまってはいる。いや普通にいける手だな、面前でな。19の孤立杯は切るけど28の孤立杯は切る手じゃないな。もう普通に難発で、なんか123になった。で上がるんかい。はい、まあまあちょっともう普通に、やっぱこういうのでな、やったーリーチってならないのがおもろいな。これに関してはさすがに誰でもリーチしそうだな、Mリーガーでもな。ここでトップ目だから黙って、ちょっと誰もしないんじゃないかな。うん。ロービンヘリッツる？いやー、普通に3ピン切るかな。普通に3ピンで。特に何にも深い理由はないけど。ピンフのみ玉はプロの間でも賛否ある。ない。リーチしかない。このピンフ玉からリーチ後に3層をした理由が未だにわかんない。インタビューではなんかオカルト的な理由を言っていた。どうしても流したいから玉っていう考えなんだけど、渋川さんという差がね、今期の M リーグのピンフ玉は多すぎる。あ、そうなんだ。普通の人が打ったらマイナス3位ぐらい取れている。そのマイナス3位が分かりづらいけど、そうだね、もうダントツトップみたいなね。カーム、これが彼女なら突っ込む。いや普通に後ろから居つけるわ。うん、大学の頃のあの記憶が蘇るわ。7万点ぐらい持ってるかもしれんな。ルミさんもピンフのみ騙してた。ああ、してた、なんか見たね、それは。んでリーチ後の3層、園田さんもピンフの、ああ、なんか園田さんはなんか怖いとかやつでしょ？自分は A だけど、遠い面かなんかが仕掛け入ってたみたいな。まあ、あれもひどかったな。ああ。で、リーチが来たの？それあんま見てなかったけど。三層切った。あ、ここでリーチ来て、この三層した。まあ一応、スーピンパーマンの2枚の現物はあるけど、このリーチか。いや、これは別になぁ、ダマにしたからここで絶対降りろって、そこは俺思わないけど。まだまあ、無筋いっぱいあるし。内面スタンプないか。女性でイスケられるなら男ならどうなる？男なら頭叩くわ、普通に。
いや、実際にはあれは椅子じゃないけど、掘りこたつなんで、居酒屋の居抜きだったんで、背もたれないんで椅子蹴ってないですけど。ピンフのみダマ M リーグで流行ってるから真似した方がいいかな。いや、もう真似したいならしてください。お金かかってないなら好きに切ってください。もぎりかけますか？もぎりかけるかどうか。それ難しいな。まあ、ここであくまでテンパったとして、まあ、今までここまでダマにしといて、ここでいきなりリーチしたらおかしいけど、まあ、あくまでここでテンパイしましたって言われたら、もうそれは難しい話ではあるな。まあ、ただまあ、誰かが確実にテンパイ入っちゃってリーチって言ってるから、まあ、それは別に絶対追っかけるとか言わないけど、まあ、あくまでトップ目でっていうのがあるから、あれダマにするならね。はい。じゃあ、そんな感じでいいか。ちょっと菅原さんな。ビーストでここまで点数へこんでるけど、もう全部リーチ打った方がいいな、マジで。もうとにかくだから、リーノミグ系以外はもう全部リーチ打つってやんないと、点数もへこんでるから、挽回しないといけないので、だこれがチーム状況が逆にめちゃくちゃ浮いてて、もうラス取らなきゃいいみたいな、大事故食らわなければ予選通過できるみたいなのがあったら、それは逆になるかもしんないけど、今だから点数稼がないといけないので、ラス回避ルールでもまあ、スッチ層がダマで出るかって話はあるけど、まあ、それだとしてもリーチでいいんちゃう。特にラスの抽選受けないからな。早いもんね、3ピン。ああ、確かに鈴木大介さんは逆にリーチはしてくれるイメージあるからね、その方がいいね。はい、じゃあそんな感じでした。ピンフドミ玉。はい。じゃあまあ終わりで。